にちは。こんにちは。はい、もうね、ちょっと恥ずかしいですね、今日は。ちょっとね。はい、今日ご紹介するのはこちらでもこちらでもないんですよ。はい。まあ、いつも通り、私がこういう格好してるのはこれなんですよ。おっと、おズボンだな。ね、おズボンですよ。あら、かわいい。はい、このね。これね、ハーレクインズっていうイングランドのチームなんですよ。久しぶりですね。そう、ハーレクインズってさ、よくさ、ジャージが4色になってるジャージな、知らない？何色？四角にこうやって分かれてる。ライオンズじゃなくて？違う、もうこうやって分かれてるジャージが有名なんだよね、ハレクインズっていうのは。はい、こういう感じのね。はいはい。のビッグゲームショーツっていう、うんうん、いつも履いてるショーツじゃないけど、なんかこうサードショーツみたいな、なんていうの、なんかなんかの時に履くぜみたいなショーツなんで、遠征とかで。まあなんでこれが入ってきたかとかそういう経緯に関しては、うん、IW に聞いてください。聞いてください。はい、もう分かんないで。まあ聞く方法ないと思いますよね。そこでまさかのですね、今日合わせたのがですね、こちらのソックスなんですよ。こちらのソックスがですね、うん、もう全国展開ですよね、こちらのソックス。知ってます？いいですね、いいアングルですね。よ、映ってます？どっちも映っていいです、ね、どっちも映ってね。これが正解ですよね。今日まさかね、撮影すると思ってなかったわけですよ、私は。はい、このパンツのね。はあはあはあ。で、無防備でですね、そうです、いつものソックス履いてきたわけですよ。ああ、いつもどう。こちらのソックスはですね、すいません、まさかのですね、ファミリーマートです。これファミマ見たことない？まあ、ファミマカラーですもんね。でしょ、これ流行ってるんですよ今。知らなかったです。今ね、言われなかったら知らんかった。こうクオリティ高いし、めっちゃハイソックス。何色もあるんですよ。え、何色もある？この色合いは同じ、いい感じなんだけど、あ、ぜひね、お近くのファミマに行ってですね、これ見てみてください。めっちゃいいやつ。クオリティがいいんですよ、そして。さすがジャパニーズコンビニエンスと。それがね、バレちゃったっていうのがちょっと恥ずかしかったんですよ。コンビニのソックス履いてるよ、この人みたいなね。いいんですよ。私は、いや、好きな、いいなと思ったら、別にコンビニだろうがユニクロだろうが、なんでもいいんですよ、僕は。何でもいい。ね？いや、それじゃないんですよ。今日はこっちか、こっち、うん。で、このショーツかっこいいのが、映ってないと思うけど、ここにね、同色、映ってる？映ってます。同色で3本入ってるんですよ。うん、なんかね、引っ掛け傷みたいな。こっちも。本当だ。アディダス。ね？で、このやっぱ色？この感じですよ。だから、まあ、ラグパンです、うん、けどちょっとね、股髪なんていうの、これ長めなんですよ、ね、ジムショーツとなんか、うん、の間ぐらい。ただね、あれがない、ポッケとかはないで、ないんだ。ないない、それはちょっと辛い。ないんで、ちょっと気をつけて。本当にリアルに選手がね、履いてる感じのイメージだと思いますよ、本当に、うん、で、そう、ね、そのね、証拠にですね、これサイズがね、S とか M とかじゃないんですよ。8とか10とか12って、そのね、選手仕様によくあるパターンのやつなんですよ。そうなんですか。はい、8、多分 S ぐらい、これで S ぐらいなんですけど、選手仕様とかは、SML じゃなくて、これ8、10、12っていうのがアディダスっぽい。知らなかった。ちょっと止めてください。結構レアかもしれない。レア、レアものなのかもしれない。そしてね、何がついて、ほら、前さ、プライムブルーってあったじゃない。ありました。海洋プラスチックのやつ。これまさかのですよ。うん。何だと思います？プライム何だと思います？グリーン。ピンポーン。本当？本当ですよ。プライムグリーンって書いてあるでしょ。なんで、多分ですね、まあリサイクル素材を使ってるんでしょうけど、はい、プライムグリーンっていうのを初めて見ましたよね。すげえなと思って。プライムグリーンなんだ。色、はい、色。色って言うんですか？緑。グリーンで読む。ですね。ちょっとね、あとこの紐、うん、長いんですよ。こんなに。若干見るですね、なんでこんなに長いんだろうってぐらい、いろいろ疑問はありますけど、うん、まあなんかあんまり見かけないシリーズなんで、うん、まあ、本当にリアル選手仕様かもしれない、これ、うん、あんまりレアものなのかもしれないですね。はい、詳細はですね、 IW に聞いてください、はい、IW に聞く方法はですね、この動画のですね、下のコメント欄にですね、IW さんへって書いていただければ確かに IW が答えますので、確かに、ぜひそちらにですね、質問どしどしですね、 IW 宛に書いてください。私は分かんないんですね、うん、はい、というわけでですね、今日はですね、ご紹介したのはこちらのですね、ファミリーマートのソックスでございますね。はい、間違えました。違ったっけ。はい、ハーレクインズのサードじゃなくてビッグゲームショーツのご紹介でございました。よろしければですね、サイズがわかりづらいと思うので、ちょっとぜひですね、気になった方はウェブの方をしっかり見ていただいて、はい、サイズの方もね、ください。よろしくお願いします。